さて、多摩動物公園で7月に誕生したばかりの希少動物ユキヒョウの赤ちゃんが今日からお目見えしました。こちらが7月に生まれたばかりのオスのユキヒョウ、ユキチです。ユキチは母親ユキの後ろを歩き回りながら時折ピーピーと可愛らしく鳴き、訪れた人を楽しませていました。生後2ヶ月のユキチはまだ体重3キロほどしかありませんが、成長すると人の大人ほどの重さになるということです。たくさんの視線に慣れていないユキチは公開される時間が限られていて、開園日の午前9時半から11時半まで見ることができます。